はい、どうも、コウジロゲームズです。ケイジです。今日もですね、大の大冒険、魂の絆やっていきたいと思います。今回はですね、前回の動画でも少しお話しした、魔剣の鎧のね、ヒュンケルの取り方をお話ししたいと思います。まずはですね、ストーリーの竜の軌跡。こちらの方の、てっぺんの4章ですね。4章の18話と19話をクリアすることで獲得することができます。まずは18話の、クエストをクリアします。まあ、よかったらですね、バトルも見ていってください。さあやりましょうか。私が出ます。これでどうです。勝って一旦引くしかないですね。不安が的中しましたね。行くぜ。行くよ。こりゃ。行くよ。開発。ほっ。これでどうだ。ブラッディスクライド。まだまだ。これでどうです。これでどうです。下がります。行くよ。これもまた修行ですね。はい、ということでね、こうやって18話をクリアすると、クエストが解放されます。そうすることでですね、戦友の機能が解放されます。まあ、これはですね、まあ、ギルドコンテンツが解放されたってことになりますので、まあ、このゲームにもね、一応ギルドシステムはあります。はい、そしてね、新しく解放された13話をね、このクエストを見るだけでこの魔剣の鎧ヒュンケルを手にすることができますので、ぜひね、ここまで頑張ってやってほしいなと思います。共に戦おう。さらに、断空神殿と討伐の証って新しいコンテンツも追加されます。断空神殿は、まあ、上位バトルコンテンツですね。俺が行く。こちらの方がアバンの使徒ヒュンケルですね。これは今開催中のイベント第8話をクリアすると獲得することができます。今右側にバナーで映っているアバンの使徒ヒュンケルはイベントクエストでしか獲得できないので、ぜひ今の間にゲットしてほしいですね。左側の鎧の魔剣ヒュンケルは普通にストーリーを登っていけば獲得できます。ですが右側のアバンの使徒ノーマルヒュンケルはイベントでないと今のところ獲得できないので、イベント期間中になんとか獲得してほしいですね。さらにですね、前回のガチャで取ったこのヒュンケル専用の鎧の魔剣のね、武器を獲得することによって、それを自分の作った、アバター主人公にね、装備させることでアムド
ということで、鎧のね、魔剣スタイルに、見た目が変わることができます。まあ、見た目だけじゃなくて性能も上がりますので、これはぜひね、まあ、期間限定のガチャにはなるんですが、ぜひねこの鎧の魔剣の武器、獲得して自分の作ったキャラクターもアムド化してほしいなと思います。見た目もかっこいいですしね。そしてヒュンケルの、技も使うことができますので、イベント期間中になんとかこの武器ゲットしてほしいなと思います。はい、ということで今回はですね、鎧の魔剣ヒュンケルの取り方について少しお話しさせていただきました。それでは最後にですね、ジェムが溜まりましたので、またガチャをねやりましたので、よかったら見ていってください。前回はねちょっとメタルキングスライムが出てきて、かなり興奮したんですが、今回はどうなることでしょうか。よければ最後に見ていってください。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。コウジローゲームでした。